ローガンラガンズの原宿メモリアル。どうしたらいいですか。はい、はいはい、じゃあ次のコーナーに行きましょう。はい、まあ、いつものですね、はい、ホップじゃあ行ってください。はい、ホップステップステンコロリンリンリンリリンイエイリンリンデンデン。というわけでこのコーナーは、はい、ヨシーさんがですね、うん、あるお題に対して、はいはい、普通のもの、良いもの、悪いものっていう、要は三段落ちの、そうですね、ものを言っていただくコーナーでございますが、はいはい、ちょうどリアルタイムに今日はですね、3月の4日なんですけれども、うん、定額給付金のなんか法案が衆議院で再議決の後、可決したらようで、じゃあみんなお金もらえるぞと、一応そうなってきたみたいです。すごいね。で、それをネタを使いましたですね。はい、一つ目のお題、定額給付金。定額給付金をどう使うか。どう使うか。うん、どう使うかね。早速いきますよ、はいはい。普通の定額給付金の使い方。普通の定額給付金の使い方はね、はい、多分ね、本当に普通だと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと美味しいもの食べて、うん、あとは多分、まあ、貯金でしょうね。はうん、あんま良くないですけどね。まあ本当はお金を使ってもらわないと景気が良くならないからね。そのために給付してますからね。そうですね。まあでもそれは普通です。確かにね、多分そういう人が多いと思います。はい、では良い使い方。良い使い方はね、はい、まあそうだな、親孝行とかじゃないですか。やっぱいいです ね、ちょっと、まあ、自分のお金も足しちゃったりしてね、旅行とか、湯飲み茶碗とかね、湯飲み茶碗、湯飲み茶碗はいくらだっけ、定額給付金って、普通は1万2000円だったと思います。あ、なるほど、いい湯飲み茶碗ね、あげられるね、でも実は60歳過ぎてる父親と母親の方が2万ずつもらってて4万ももらってるみたいな。なんだよみたいなね。なんだか許せないぞと、はい、そうだよね、親ももらってんだもんね、うん、なるほど。でこれ悪い使い方は、悪い使い方はね、はい、まあおろしに行くよねお金ね、はい、でもそれおろしてね結局ね、うんうん、オレオレ詐欺にあっちゃうからね。オレオレ詐欺で取られちゃう。せっかく下ろした、そう、せっかく下ろしたお金を1万なり2万なり下ろしてんのかなと思ったら実は振り込んでたね。早い、息子にね、うん、息子という名の他人ですよね。そうそう、ちょっとかわいそうですね。悪いというかちょっと哀れな、哀れですね。はい、では次いきますよ、次のお題、はい、ちょうどね、昨日某民主党の党首の秘書が捕まってましたけども、本当？はい、うん、なんか、まあ、そこには政治的な陰謀なり何なりがあったりなかったり、私は、まあ、思うところはありますけれども、はい、言いません、はいはい、そこを言ってしまったら野勝じゃなくなる気がする。なるほど、ただの野勝貴弘のような気がするので、うん、普通に行きましょう、はい、普通の秘書。普通の秘書は、普通の秘書って言い方は難しいな、まあ、淡々とこなしているけども、まあ、なんていうのかな、うん、仕事は仕事みたいな、うん、お尻触らして、あ、そういう秘書ね。まあ男か女かは分かりませんけどね、秘書って美人なイメージが、自分の時間はきちんとあるけども、まあ、仕事は仕事って感じである、まあ、高学歴でちょっとエッチみたいな、うん、絶対女なんですね。で、メガネかけてて、うん、ちょっとお尻触らせて、お尻触らせてと、先生がね。先生じゃないよ。はい、では、良い秘書。良い秘書はね、やっぱ先生のためだなっていうか、泥をかぶるさ、仕事以上にもその人に惚れ込んでるっていうかね、うんうんうん、献身的というかね、うんうんうん、あとね、まあ、毅然としてるっていうのも大事だと、いろんな陳情とかもあるでしょ、うんうん、先生はちょっと今、まあ、テンポとかね、うん、滑舌よくね、言えると、確かに大事ですね、うん、はっきり物が言える、そういう人だったら任せられますからね。あと声も大きい方がいいよ。それはそうですよ、
あの常にトラメが使ってるんだ。声が大きくて滑舌がよくて記念としてるみたいなね。では悪い秘書。悪い人はね、声が小さいね。良いの反対でしょ。あ、そう。あと秘書って時にあの秘書秘書話ですよね。親父ギャグだから秘書秘書話ですよね。私が秘書の必ず噛んじゃうね。私がヒシ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 。なるほど。タイトなスカートに、うん、もう胸元もちょっとこう、うん、見えてて、うん、ね、口紅もこうキリッとしててね、うん、もうやっぱメガネです。いい人だもんね。でも男なんで。やだ。なるほど。そんなとこですね。わかりました。ではですね、WBC も、ワールドベースボールクラシックも、はい、あと2日後ですか、開幕が明日かな、うん、迫ったわけでございますが、これをね、聞く頃には終わってるかもしれないけどね。いや、早くアップしてますから、ね、はい、ね、はい、遠回しに早くアップしようっていうのはやめてください、ね、いやいや、負けちゃうかもしれないからさ。早くアップしますので、ね、はい、その WBC の、まあ、日本の連覇かかってるわけですけれども、はい、まあ、日本の中心選手であるイチロー、うん、鈴木一郎選手、ね、マリナーズ、ね、今のところあんまりよろしくないね、うん、まあ、でも上げてきそうな気がしますけどね、やっぱり、うん、最終的にはもう辻褄合わせ上手い選手なんでね。そうだね。では普通のイチローとはどういう、普通のイチローはまあ普通に3割は打つね。そうですね、うん、やっぱ肩もいいしね、足も速いしね、レーザービーム何通りみたいな、もう元々のほらファンが求めてると基準が高いから、うんうん、でもそれをきちっとこなせるっていうのはね、まあ私はね、まあ、立派なことですよ、本当にね、うんうんうん、では良いイチロー、良いイチローはやっぱそういう野球的なものもあるけども、うん、まあ、この間のね WBC のだけね、うん、あの前回大会の中心になってこうリーダーシップを、まあ、ちょっとイチローのイメージあれで変わったもんね。変わりました ね, ね、うん、思いっきりあのすごい冷酷なイメージかなと思ったら、そう韓国に負けたと不愉快ですね。ね、韓国を挑発したもんね、言ってくれたなと、ね、まあ、ストレートな物言いでね、 ある意味共感持てる、ナショナリストのガッチは嬉しかったです。あ、なるほどね。でもちょうどあの時期からですね、私生活でいつも狂ってましたですね、やっぱりですね、うん、起きた頃には野球終わってるみたいな。あ、もったいなかったね。ありましたけども、悪いイチローとは、悪いイチローはね、お父さんいるでしょ。はいはい、父郎、父郎が父出してるね。父郎と何の関係もないですね。父郎が父出してるね。ちょっとそう、どう観客席でね、いつも、はい、いつも出してる、うん、それはまるであのアニマル浜口のように、そうキャダーキャダー、あとは自慢のヒゲをこう原担ぎで剃ったんだけど、うん、カミソリ負けしちゃったね。ヒリヒリするのみたいな、そうちょっとイチロー血出てるよねみたいな、しかもちょぼちょぼだよねみたいな、ね、血がね、なるほど、それが悪いイチロー。あとユンケルとか言ってんのに、オルナミンCもあったよね。勘違いイチロー、上田愛が好きだったんだよね。まあ可愛いですけどね、なるほど、はい、まあ、そんな感じのホップステップステンコロリンでございますが、はい、次回の予告は、次回の予告無茶ぶりです。何ホップステップの、はい、何でしょうね、入学式とかをやりますか。そこまで行かないかな、行かないかもしれない、行かなかったら誕生日で行きますからね。誕生日、あ、誕生日しましょう、僕の誕生日3月18日です。あ、そうなの、はい、なんだ、そんなサプライズは知りませんでした。知っといてくださいね。はい、はい、ではホップステップステンコロリンでした。は老眼ラガンズの原宿メモリアル。